インダストリクレダーピはインドネシアの鉄道車両、バスメーカー。インドネシア政府が100%株を所有する国営企業である。1981年5月18日に設立された部品製造から最終組み立てまで鉄道車両の建造に関わる総合的な工程を全てまかなう東南アジア発の鉄道車両メーカー。 設立においては日本車両製造をはじめとする日本の鉄道車両メーカーが支援に携わっており翌年の1982年には最初の製造車両となる貨車が完成。1987年からはそれまで日本から完成品で輸入されていた電車をインカの工場で部品を組み合わせて製造するという形で電車の製造が始まり2001年には日本からの 技術支援の下で初のインドネシア国産電車が製造された。また1991年以降はマレーシア、フィリピン、タイ、バングラデシュなど海外向けの貨車、客車、機関車の生産も行われている。さらに鉄道車両のみならず2008年以降は連接バスの製造も手がけている。インドネシア国内や東南アジア諸国における 鉄道車両の需要拡大により、2017年における、インカの純利益は7525億ルピアで、前年の4475億ルピアから68%も上昇している。ありがとうございます。